どうしたの？たくさん遊びすぎて疲れちゃったのね。よしよし。何をしてるのか、わかんない？大事な弟が疲れたって言ってるから、お姉ちゃんが看病してあげてるの。毎回毎回してあげてるでしょ。それは他人だから。その友達は冷たいお姉ちゃんがいるのね。でも私はあなたが大好きだから。優しいお姉ちゃんでよかったでしょ。大きくなったわね。あなたが遊んでる間、宿題をやってたのよ。もう終わっちゃった。すごい？嬉しい。あなたから褒めてもらえるなんて、お姉ちゃんとっても嬉しいわ。夏休みでもあなたと一緒にいられないんだなって悲しくて、ずっといられると思ったのに。でも友達が多いから仕方ないわね。私に友達？さあ、どうでしょう？まあ、友達だって名乗ってる人たちはいるけど、私は一度も思ったことないの。だって私の人生の中で、あなたさえ、ごめんなさい。ちょっと浸っちゃってた。明日はまた友達と遊びに行くの。それがいいわ。ずっとお姉ちゃんとお家で遊びましょう。ちゃん、我慢できなくなっちゃう。ん？それはもうちょっと大人になったら教えてあげる。
あなたのお姉ちゃんでよかったわ。こんなに可愛い弟ができたんだもの。それに、あなたが赤ん坊の頃から、ずっと一緒。ずっと見守ってられる。のどごと。大きくなったのね。大きくなった。どん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 声も低くなるのよ。それで私を誘惑するの。そう、誘惑。お姉ちゃん、ずっとあなたと過ごしたいの、我慢してたの。だから、ご褒美に、チューして。ここ。お母さんにもしてたでしょ？ほっぺにチュー。して。はい、どうぞ。私も。うん。お姉ちゃん、とっても嬉しいわ。お姉ちゃん、部屋に戻りたくないの。今日は一人で寝たくないわ。一緒に寝ましょう。ね、お願い。優しい弟を持てて嬉しいわ。どっちも。私を受け入れてくれたから、ご褒美。ねえ。明日は本当に一日中私と一緒にいて。お願い。約束なんていいじゃない。夏休み何日もあるんだから。昨日も言ったけど、あなた言うこと聞いてくれなかったでしょ？だから、今日我慢しとんだから。嬉しいわ。しましょうね。嬉しい。嬉しいわ。ダメ。くっついて寝るの。それ。私にも言ってきたわ。お父さんとお母さん、宿題やりなさいって。どれくらい終わった？じゃあ、明日、お姉ちゃんも手伝ってあげるから、一緒にやりましょう。ダメ。まあ、あなたは勉強しなくていいけど。でも、
先生に怒られたくないんでしょ？やっぱり。いいわよ。私が解いて、そのままあなたが書く。そうしましょう。全部、全部、私の言う通りにすればいいから。いいのよ。そのまま私に任せてくれれば。これから先も、ずっと、私の言う通り、過ごしてればいいから。私が言ったことは全部正しいのよ。あなたはお姉ちゃんなしじゃ生きてられないんだから。お姉ちゃんが間違ったこと言ったことあった？そうでしょ？友達が何？友達の言うこと正しいと思ってるの？そうでしょ？他人は間違えるの。だから家族である私を信じて。同じ血が流れてる私を信じて。眠くなったのね。またまた甘えられるように私も頑張るわ。これは将来の私とあなたとの約束の誓いのキス。もう眠いわね。じゃあお姉ちゃんと一緒に寝ましょうね。愛してるわよ。大好きだっけ？お姉ちゃんのこと大大大好きだったら愛してるって言わないと。いいか。お姉ちゃんもあなたのこと愛してるわ。おやすみなさい。愛しい旦那様。